はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ、今夜も佐渡島からお送りします。ちびちびとやっております。はい、昨日か明けて一昨日になりますが、4月の30日、知り合いの子供の結婚式に呼ばれて新潟へ行ってきました。新潟へ行くのは久しぶり、まして結婚式に出るのなんつうのは本当何十年ぶりというか、もう本当20年ぶりぐらいなんだかな。大変ご無沙汰でして、それも結婚式佐渡のホテルで、の宴会場でやる披露宴と違って、そのなんだ結婚式専門のこの建物の中でやったわけです。新潟のなんだかいうところで、なんか教会なんだか違うな、なんかこう神父さんというんだか、なんかアーメンとかいうようなそういうのが出てきて、いきなりなんか歌を歌えとかそういうのもあったり、こう譜面見て歌えるわけねえんだよな、今まで聞いたこともね、譜面なんか読めるわけねえのに歌えるわけがねえんで、ワンコーラス、ツーコーラス目になんとか歌詞だけは読んだけど、とても歌えるような状態ではなかったという、まあ多分みんなそうだったんだと思うんですけども、そんな式を終えて、披露宴、いやその前に受付終わって控室のとか、あの時間が来るまで待っとるその控え室のとこの中で早もう飲み放題みたいな感じで、分けあんちゃんなちゃんもうガンガン飲んで出来上がっとったような、そんな調子だったんで、隣に座ったあんちゃん本当にもう控え室におった時からなったんだか、まあ横におって酒くせえぐれになっとったけど、で披露宴始まったら、まあやっぱり佐渡のホテルのその宴会場とは違って天井は高いし、周りは広々として、だから机と机の間も広ければ、また料理がまたシャレとって、こんな大きい皿に中にちょこっとだけしかなんか乗ってねえような、そんな感じの料理がいくつか出てきて、まあそれを配ってくるお兄さんお姉さん方も、ホテル の着物着たお姉さんおばちゃんとは違って若いスタッフが本当にかなり大勢おりまして、やっぱり専門の場所っていうのは違うんだなと思って、こういうことをしっかりやるからお客さんは多分値段はかなりいいとこ、高かったんだと思うんだけど、一緒にいっぺんのことだから奮発していいとこでやりてえっていうか気持ちがみんなに出てくるんだろうなと。今回その呼ばれた人でまだ結婚してね若い衆たちはやっぱりこうどうせやるんならこんなとこでみんな呼んで祝ってもらいてえなという復帰になるんだろうなと思いました。まあ何でもそうなんだろうけど、中途半端じゃダメなんだなということです。酒の世界も中途半端なことやっとったんじゃ、結局は大きい力に、飲み込まれてしまうんじゃねえかなと。こういう小さい蔵でもやっぱり純米酒に力入れて、ここもそうなんだけど、酒は純米酒だけしか作りませんと、どうか保管して美味しい純米酒を飲んでくださいと言えるような、そんななんていうか歌い文句で、消費者に突っ込んでいかんとダメだねえかなということです。うちらもそれをまあ心に銘じて、20年目の頒布会もだいぶ、お客さん集まりましたが、まだ少し枠も空いております。20年目の頒布会、来月っていうのは今月半ばから始まりますが、一つ、晩酌で飲める価格に2350円、1回2350円の純米酒を5月から10月まで6ヶ月お届けします。夏こそおかん、夏でもおかんして、
避難の時にはなかった味を引き出して飲んでみましょう。ということで、結婚式の話から酒の話、まあ、行き着くところは酒の話になってしまいますが、梅酒を関してやってみてください。以上、佐渡伊藤酒店晩酌151でした。20年目の頒布会もよろしくお願いします。はい。